はい、4月1日から、このメンバーで、やっていくことになりました。名前を長浜ひろえです。このままこのままこのままあのひろえさんとはい、プロレスリングウェーブの水波亮です。そして、ザブン系フリーという、一応選手でやってきていただいたんですが、4月から、プロレスリングウェーブに所属となった野崎なぎさです。宮崎ゆきです。はい、そしてもう一人、新しいメンバーを紹介します。はい、あ、いいですか、すいません。今までフリーでうちに上がっていただいてた、旧姓ヒロと朝倉選手が、4月1日からうちの所属となります。はい、改めまして、ウェブ所属となりました旧姓ヒロと朝倉です。よろしくお願いします。はい、それではじゃあ皆さんに一言ずつ、今後4月1日からのことを、意気込みを発表していただきたいと思います。お願いします。はい、4月1日からもウェーブ所属の人間としてやっていこうと、応援ウェーブ所属の選手として、やっていくんですけど、今までウェーブでデビューしてからの約4年間ずっと、多分先輩にずっと甘えてきた部分がすごい大きいなっていうのを思いまして、4月1日からのウェーブでは先輩に甘えるんじゃなくて、自分がウェーブを引っ張っていって中心になって引っ張っていけるような選手としての気持ち覚悟を持って4月1日からのウェーブを頑張る引っ張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、自分は、仙台ガールズからウェーブに移籍してきて今年で7年になるんですが、今回こういう話をもらった時にもちろん嬉しいことや楽しいこと以外なことにつながったりすることもありますが、そういうものを全部ひっくるめて、やっぱウェーブって団体が大好きだなと思いまして、4月、1日からも、ウェーブ所属で、やるということを決めました。なので、4月1日からの、新体制のウェーブは、水波亮としてのプロレスラーのマイナス面だったりとか弱い部分っていうのはもう2018年に置いてきましたので、心も気持ちも新たに自分もリニューアルして4月1日から水波らしく、そしてより一層熱く激しくなった水波で、新体制のウェーブを、新体制のウェーブでのリングに上がって、自分が、この団体の火をつけて勢いをつけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、この度ザブン専属フリーからプロレスリングウェブ所属になりました。長い間ずっとフリーだったんですけど、4月1日から所属選手となりますので、プロレスラーとしても一社会人としても、会長になるガミさんの夢、大川さん新社長になる大川さんの夢、ウェーブを大きくしていくために全勢力を注ぎたいと思います。よろしくお願いします。ウェーブ専属フリーから、ウェーブ所属になります宮崎ゆきです。私は義理人情という言葉が大好きで、大川ももちろんガミさんも義理人情に熱い人だと思ってます。なので、これからの大川をについていき、そして支えていきたいと思います。年末にですね、岡さんの方から4月から一緒にやっていきませんかと、声をかけていただきまして、それがきっかけだったんですけれども、私は本当にウェーブが大好きなんですが、一番のきっかけとしたらやっぱりウェーブがすごいピンチだからです。で、それもピンチの最大級の今ピンチだと思います。それで、でも私は本当に今までずっとウェーブに上がってウェーブをずっと見てきた中で、今までの選手、スタッフ、
まあ、今も抜けている選手も含めて本当に踏ん張って頑張ってきたのを私は見てました。で、表に出てなくても本当に裏でウェーブをなんとかしようっていうことで駆けずり回ってる人たちのことも見てきて、で、何より何があっても離れていかないファンの方々、そういった方々のことを本当に私は大好きで、なのでこのピンチの時に一緒に渡り歩いていこうと、そういう覚悟ができたので、所属になろうと私は決心しました。はい、で、広田さんに所属になって、4月1日から上がっていただくんですけれども、それフリーの間にすごく人気の選手なので受けた仕事がたくさんありまして、その仕事は今後も受けたものに関してはうちと大会を被った場合でも出ていただこうと思っております。まあ、売れっ子でしたのでね、はい、売れっ子、はい、本当にレスラーなので、そのレスラーをうちは確保したかったっていうのもありますし、ちょっとこれから言いますけど私のまあ、コンセプトというかをあと発表させていただきたいと思います。ウェーブやってきて約11年、大体のコンセプトは旗揚げからは変わりません。ガミさんと一緒にやってきた、一つの興行で見れる、シリアスとしたバチバチな試合が見れる、コミカルな試合が見える、若い選手のフレッシュな戦いが見える、そしてルックスもいい選手が見れるというコンセプト、バラエティに富んだコンセプトは変わらずにやっていきたいなと思っております。そして私の体制としてその団体のコンセプトにどう色付けしていくか、私はガミさんみたいに奇抜なことをできるタイプではないんですけれども、今後私がやっていきたいなということをちょっと、ここで発表させていただきたいと思います。まず一つ目、フリーの選手は、今後ちょっと上げていく予定はありません。旗揚げ2戦くらいからうちは2人でやってきたので、ずっとフリーの選手や都団体の選手にご協力いただいていろいろ支えてもらってきていたんですが、私が JD やウェーブっていうフリーになったことがなくて、やっぱり団体っていうものはいいなと思いまして、団体に所属しているから感じられること、背負っているもの、それを見せていけると思っているので、今後ちょっと団体に所属している選手と交流を持ってやっていきたいなと思ってます。なんですかね、自分の団体で一つのものを作り上げていくって本当大変だと思うんですけれども、それをファンの人に見せていきたいし、水波にはもっと思い切りバチバチやっていってもらいたいし、長浜には本当に弾けてもらいたい。長浜の本当に潜在能力ってすごいあると思うんです。でもまだそれを発揮できてないので、こうみんなで選手一丸となってその潜在能力を発揮させていきたいっていうのもありますし、ガミさんが、女子プロレス界を一つに統一したいと言っているので、ちょっと今後団体間でどんどん交流を深めていって結びつきを強めていきたいなっていうのがあります。やっぱり団体をやってるといろいろ大変なこともあります。でもすごくいいこともあって、団体をやってるからこそ今うちで番組を持ってるビパラさんとか、あとスタッフさんとかいろんな人がみんな協力してくれているので、今後ともプロレス団体のプロレスリングウェーブのブランドを高めていきたいなと思っております。なので、ザブン系フリーという枠を取っ払いまして、野崎と宮崎さんと広田さんに入っていただきました。で、その入っていただいた理由を、はい、そうですね、お願いします。まあ、フリーを上げないというところもあったんですが、私がさっき言ったような、まあ、フリーを上げないからっていうのは一つのきっかけであって、所属になるっていうのはもう本当にもうこちらこそそんな声をかけてくれて嬉しいというところで、さっきのような決断に至って所属になりました。はい、今本当に5人抜けるということで少なくなってしまったんですが、この少なくなってしまった人数でも強みだと思うんです。いろんな団体さんと交流を深めていって、
本当に女子プロレス界を団体間でどんどん高めていきたいなと思ってます。そして2つ目は、私自身がいろんな団体に足を運んで、若い選手とか他の団体の選手を見て、今までウェーブに上がったことのない選手を上げていきたいなと思ってます。で、大畑とか引退してしまったんですが、うちの水波や宮崎さんはもちろんですが、本当に12月まで出場してもらってきている都団体の選手もレベルアップもして、うちに出ていただいたことでレベルアップをしていただいして、してたりとかしているので、うちに出ていろんなものを吸収してもらえたらなと思ってます。で、うちの強みって本当にコミカルだと思うんです。コミカルっていうか、バラエティに富んだ試合を見せることができるので、本当にうちに必要な水と宮崎さんとか広田さんのコミカルは本当に、私はコミカルは本当に賛成していて、感動できるコミカル本当にと思うんです。試合もちゃんとするし、コミカルだけでできないからコミカルじゃなくて、うちはプロレスができるからコミカルができると思ってます。そして、3つ目、岡大生の見どころの3つ目は、今後ルックス、タレント力を持った新人の獲得をしていきたいなと。やっぱり今人気のある団体ってタレント力のある選手が多いな、タレント力がある選手が多いと思います。なので、プロレスが好きで入ってくる選手が今少なくなっている中、うちに、アスカ、後藤以外にも練習生が何人かプロレスが好きで入ってきてくれたんですけれども、志半ばで折れてしまって、退団していくっていう選手が多いので、プロレスを見たことがない選手をこちらからスカウトしていこうかなと。でも私は、もともとアストレスという女優から入っていて、プロレスを見たことなかったんですけれども、プロレスを好きになってもう17年間プロレスにどっぷりハマってしまったので、何かきっかけがあればきっとプロレスを好きになって一生懸命取り組んでくれる人が出てくると思うので、私はそういう人たちを自ら待ってるだけじゃなくスカウトしていきたいなと思ってます。はい、このコンセプトはこの3つになります。